ジャズ・ウトンズはイギリス・リバプール出身のロックバンド2002年結成2002年に大学の仲間5人で結成され2004年にメジャーデビュージャズとファンクソウルとカントリーを交差させた多彩なアレンジに1950年代や1960年代の古典的ロックを彷彿とさせるレトロなサウンドが特徴デビュー当初は 過去の音楽を掘り起こして蘇らせたことからゾンビミュージックと呼ばれた。リバプール出身であるテンやレーベルが同じであるということからザ・コーラルとしばしば比較された。デビュー以降ブリッドアワードでは最優秀新人賞を受賞し2枚のダブルプラチナアルバムを獲得。2004年に初来日。フジロックフェスティバルに過去3度出演。アルバム タイアドオブハ h ン n g i n g a r に収録されている、バレリーがマークロンソンフィーチャリング、エイミー・ワインハウスにカバーされ、UK シングルチャートトップ20内に19周、連続ランクイン、最高2位を記録し、ヒットした。また、ジェームス・モリソンや、パニック・アット・ザ・ディスコが、BBC ラジオ1でカバーするなど、多くのアーティストにカバーされた。年以降、表だった活動をしておらず、 公式ホームページも消滅し、事実上の活動停止状態にある。2011年から、ベースのラッセル・プリチャードが、ノエル・ギャラガーのツアーメンバーとして参加している。アビー・ハーディング、ありがとうございます。